ニルスラーセン・スティーブンスの絵によるザーカイ・ジェリコに残るザーカイの一軸のキザーカイは新約聖書のルカの福音書19章に登場する人物で修正人である。名前の由来は偽人、清い人を表すヘブル語のゼカリアの短縮形である。日本聖教会約聖書ではザクヘイと表記される。 今日のイスラエル共和国のエリコの鳥税人の頭で、強欲な取り締まりから、人々から、罪深い男と言われた金持ちであったが、イエス・キリストに出会い、財産の半分を貧しい人々に施し、誰かから何か騙し取っていたら、それを4倍にして返すとキリストに約束し、弟子になった。聖教会では、イエス・キリストの復活後に、死とパウロに協力して伝道し、 カイサリアの主教となり、平安に永明したと伝えられ、聖人として記憶されている。これについて、八巻正春は次のように述べている。心身に機能的な制限を有するがために、様々な側面でハンディキャップを感受せざるを得ない人が、います。そして、そうした人たちの中で、自分は、体が不自由だから幸せになれないのだ、などと叫んでいるような人は、 何よりも神様から自分自身が許され、愛され、そして受け入られている存在であるとの眼差しが欠落しているのです。だからザーカイのごとくに表面的、物質的な部分での保有を目指したり、あるいは他者を恨み、攻撃することによって自分の慰めとしているのです。しかし、これでは何ら根本的な解決にはなりません。そうした破壊的な人の末路は、 ついにはその葉を事故へと向けざるを得ないのです。すなわち自己破壊しか残された道はないのです。と、このように恐ろしいまでの解釈を、福祉の専門的な教会、ラブリー・チャペルの牧師として行っている。ルカの福音書19章1節から10節アポストルザカイエス、ビショップ・オブ・カイ・サレイハット、聖書とハンディキャップ、一粒九百九十一年、 ありがとうございます。